はい、パトリオットテレビの時間です。今回はですね、前回に引き続き、中村実さんにゲストで来ていただきました。どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。で、今回はですね、中村さんは地方勤務が中央官僚でありながら結構長かって、はい、それでいろんな知見を持っておられるですね、まあ、得意なというか特殊な経済官僚なもんですからその辺の知恵をね、いろいろここで披露してもらいたいなということでですね、まずその何が地方を起こすのかというかね、はい、地方をどうしたらいいのか、はい、その辺からちょっとテーマ大きいんですけど、はい、ね、実はここにですね、私の本ちょっと隣に僭越ながら出させてもらったんですけども、はい、何が地方を起こすのかという思わせぶりなタイトルなんですけどね、うん、必ずこの本を紹介するとですね、うん、じゃあ中村さん何が地方を起こすんですかと必ず聞かれるんですよ。そうですよ、聞きましょう。で、もちろん話せば長くなるので本を書いたわけですけれども、うん、そうですね、いやだけどその本を読んでくださいじゃ答えにならないんで、うん、一言で言ってくれと言われればですね、うん、やっぱり人だと思います。そうですね、はい、人です、人です、はい、でやっぱりその3つの木って言いますかね、うんうんうん、が大事だと思ってまして、うん、やる気が出るかどうかですよね、うん、まずやる気がないと話にならない、うん、それで同じもうやる気があって始めたんだけど、うん、そう途中で投げ出したりしないでね、本気でやるかどうか、うん、そして最後にですね、やってるといろんなこのようにぶつかるんですけども、ああ壁に、ええ、だけどそれを乗り越えていく勇気があるか、ああ、やる気、本気、勇気、ああ、この3つの気がないとですね、うん、まず物が動き始めない、うん、し途中で止まっちゃう、うん、ということを あちこちで見てきました。まあ、そうですよね、だから結局そこに住んでいる人たちがやっぱりその気になって考えて、はいはい、そして動いてくれないと、ね、行動しないとダメなんですが、だから地方でうまくいってるところはですね、やっぱりそういう人がいますよね、うん、でそれがあまりうまくいってないのはでね、なんとなくよその人に依存するというか、うんうん、政府、例えば中村さんが行くとね、中村さんうちのためにね、うちの地域のために何やってくれるんですかと、うん、いう話多いでしょ。多いですね。ね、そこはその辺がやっぱ問題ですよ。はい、よくよそ者、若者、バカ者とか言ってですね、そういう人が起こしてくれるんだって話ありますけども、それはまあ間違いじゃないですけども、うん、よそ者、若者、バカ者が来れば地方が良、うん、くなるかって、そうじゃなくて、うん、やっぱりおっしゃったように地元がですね、うん、どれだけその今の3つの木でですね、うん、やる気、本気、勇気でですね、うん、できるかと、うん、自分の殻を破っていくかということと、それからまあ外から来た人の力をこれ合わせてですね、うん、やらないとどっちかだけじゃね、やっぱうまくいかないというのが今の地方の問題の根幹だと思います。自分が住んでるところで、じゃあなんで自分は長く住んでるのかって言った場合、やっぱり自然がいいと、自然の中で何がいいんだとか、うんうん、例えば農業の中でこういう作物がいいんだとかね、うんうん、例えば川が流れててこの川はとてもいいんだよと、いつも鮎が取れるんだとかね、うんうん、まあ、いろいろあるわけでしょ、うんうん、でまあ、例えば物によっちゃそのいやうち のところはね、日本遺産で有名なね、うん、神社仏閣があるんだよとか、うん、まあ、いろいろあると思うんですよ。だから、はい、そこはその人たちがPR するものをね、うん、ピックアップして見つけて、うん、でそれでこうやらなきゃいけないっていう感じするんですけどね。おっしゃる通りですね。NHK の宣伝するつもりないですけど、うん、ブラタモリっていう番組ありましてね、あれ非常に面白いのは、その、うん、そこの美味しいものとか何とかを紹介するというよりも、うん、なぜそれができたかっていう ね、 あ、なるほどね、それが地球の成り立ちからこうね、地層が、そうそう、地層がこうなってるとか、こんな岩石が出たからとか、こんな湿地帯だからとか、こんな川が流れてるからとか、こんな山があったからだとか、それはどうしてこの山ができたのかとか、そういうね、地殻変動があって何とかで、そんなとこからですね、解き起こしてって、だから今ここにこんな温泉地ができたんだとか、こんな美味しいものが取れるんだとか、こんな文化があるんだっていうところにね、やっぱりその自然、そして歴史、そして文化っていうのは全部違うわけですよね、うん、特に日本列島っていうのは非常に多様な成り立ちになってますから、うん、そういう意味ではね、おっしゃったように、まずその特色をしっかりと生かしていくっていうことがあると思うんですが、うん、まあ、そのためにはですね、まずその地方創生を考える3つのやっぱ僕は段階があると思うんです、うんうん、また3つになりましたけども、うん、それが戦略と戦術と方法論っていう考え方、これは地方創生じゃなくてあらゆることにやっぱり通用すると思うんですけれども、この本の副題にもですね、戦略と戦術方法論って書いてあるのは何かというと、まずなぜ何のために地方創生なんだと、うんうんうん、
いやお金が儲かりゃいいからですよ、うん、なのか、うん、いやそうじゃなくて例えばソフトパワーとしてその世界にやっぱりその売っていくんだっていうことを思ってるのか、うん、あるいはシビックプライド、うん、自分の我が町はこんないいとこなんだということで、うん、やっぱりそこで生活してて、うん、人がやっぱり幸せな思いをするために地方創生をするのか、うん、あるいは何のためなのかっていうその戦略によってですね、うん、その戦術が変わってくる。じゃあ何をするんだというところが変わってくる。で何をするのが変わってくると今度はどうやるかっていう方法論がまた変わってくる。だからなぜやるのか、何をやるのか、どうやるのか、うん、ここは一気通貫で言ってないとですね、うん、おかしなことが起こるんですね。目的とやってることがずれてるとか、うん、やってることと方法がずれてるとか、うん、いうことになっちゃう。だからここは一気通貫でやっぱりできるように、みんなで知恵を出していくということだと思うんですね、うんうん、で特にその最近あのダイバーシティってよく言われますけど、うん、先ほどのブラタモリの話もしましたけど、みんな違う中でですね、うん、みんな人も違う、自然も違う中でどうそれを生かしていくかっていうのがやはりあの地方の魅力ですし、うん、それがやっぱりソフトパワーにもつながっていくっていうんですね、うんまあ、その大きなこう、うん、絵が頭にありながら一つ一つの事業なり取り組みなりをやっていく、うん、その時にどういう方法が一番いいか、うん、IT を使うのか、うん、あるいはそのよそ者若者バカ者を使うのか、うん、なんとかっていうその方法論はいろいろあると思うんですね、うん、だけどそこの元が狂ってると全部狂っちゃうっていう、うん、ここはやっぱ気をつけなきゃいけないなっていうのはやっぱ地方創生の現場に行ってみてつくづく思ったところですね、うん、だから今話聞いてますとね、難しいですね。難しいですよ、あのね、難しいっていうか、うん、僕らがね割合簡単にって、なんで例えば福岡の博多にね明太子なんだと、うん、俺福岡でねあのスケソーダラってないじゃないのと、うん、でもなんか持ってきて でまあ朝鮮半島の影響もあってね、うん、で唐辛子であれしてそれで明太子ってできてますよね、うんうんうん、それってすごいでしょ、うんうん、なんで宇都宮にね餃子なんですかと、うんうん、餃子なんかどこだってあるんじゃないですか、なんで宇都宮で餃子なんですか、うん、なんで富士宮でね焼きそば、何や、焼きそば焼きうどん焼きそばなんですか、それってね、うん、なんでというのはね、やっぱりそこの人たちが知恵と工夫をして、うん、それでまあ変な言い方だけどまあでっち上げたって言えば失礼だけど、うんうん、それを上手に PR して、うんうん、そこの産物にしたと、うん、だからそういう意味で言うと実はあの何だってできちゃうんですよね、うんうん、それと自然だとかそこの地域の風土とかと合えばバッチリなんだけど、うんうん、別に何もなくても地方創生っていうのはね、うんうん、僕は考えようによってはねできるんじゃないかと、うん、そのためには結局そこにあるいる人が知恵と工夫をしてそれで品物を作って上手に PR すると、うん、いうことだと思うんですがどうですか？おっしゃる通り、おっしゃる通りですね。あの無から有を生むっていうね、ねいう今おっしゃったいくつかの例があったと思います。ね、そこはやっぱりでも突然できたんじゃなくて、ね、やっぱりその それをやろうじゃないかというですね、うん、やっぱりさっきの本気やる気、うん、勇気がですね、うんあってそういうのがだんだん醸成されてきたと思うんですね。うん、やっぱりそのブランド化っていうのは簡単じゃなくて、うん今永遠としたその努力の積み重ねが必要だと思います。うんうんでそれはその無から有を生むのが一つと、うん、だから同じ無でもですね本当に無なのかっていうところもありますよね、うんうん、であの例えば、うん、私もよくあの例で出すんですけどもあのこの神戸真珠なんかも、ね、そうそう真珠ね、はい、これ真珠だと分かんないですよね、これだからこれ真珠って書いておいたらいいじゃないですか私いつもこうやってつけて歩くんですけども、ね、なぜかというと男性でこう真珠つけてるとなんで真珠なのって必ず聞かれるんですよね、うん、でこれあの神戸真珠ですっていうと、うん、え真珠ってあの三重の伊勢島で作ってるんじゃないですかと、なんで神戸なんですかと言われるんですよ、うん、で神戸は集積地なんですね、うん、でアコヤ街は確かにあの伊勢島で三重でやってますけれども鳥羽とかでやってますけれども、うん、あの例えばタヒチの南洋真珠とか、うん、あるいは中国の淡水真珠とか、あいいですよね、それは全部神戸に集まってきて、うん、で神戸集積地でそこで集積加工して取引をされるところなんですね、うん、で例えばダイヤモンドで言えば、うん、アムステルダムが世界的な集積地、うん、取引加工地になってますけども、うん、いっぱいダイヤの研磨工場だって、うん、だけどアムステルダムの地下から別にダイヤ出てこない、そうそうそう、ね、アフリカとかだからダイヤモンドって言ったらアムステルダムって、ね、そうなんですよ、なっちゃうでしょ、ね、同じように別に真珠って言ってもね、神戸って出てこないんですよそれが問題だから神戸の人に聞いて、今の話したら神戸の人がそうなんですかという人がいたりしてびっくりするんですけど、神戸の人は言わないんだからねだからみんなはやっぱりね
PR しないとね。そうなんです、だから私のように、ね、まあ、神戸に、まあ、縁がありましたけれども、うん、今東京にこうやっている人間が神戸新地神戸新地で一生懸命言うわけですけれども、うん、だからそういうふうに、あんただけだよね、やっぱりそのそのせっかく歴史文化があるものですから、そういうね、集積地としての地位があって、昔はですね、世界の7割ぐらいが神戸で取引されてたっていう時代もあって、当時は神戸にいる外国人に声かけたら、ホテルにいる外国人大体真珠のバイヤーだったなる、ね、っていう時代もあったというぐらい、やっぱり神戸真珠のメッカだったんですけど、うん、今なんとなく香港とかですね、世界中に市場がばらけていって、うん、神戸の地位が宣伝しないんだから宣伝しないと思ってって私も神戸真珠神戸真珠で一生懸命言ってるんですけれども、これからももうちょっと神戸の皆さんとですね、この、ブランド作りを、さっきの餃子じゃないですけど、うん、明太子じゃないですけど、やっぱり努力していかないと、それは必要だと思ってますね。で、ちょっと話が進んじゃいますけど、うん、宝の山って私よく言うんですけど、はい、宝の山はですね、真珠もそうでしょう、いろんなその地元の産品とか、うん、あるいは観光資源とか、うん、風景とかいろんないいものがいっぱいあるのに、その気づいてないっていうのは結構あるんですよね。気づかなきゃどうにならない、はい、で気づく、気づいてで宝磨きをすると、それで磨いて、それあと PR、はい、そうなんですよ、宣伝しないとダメなんですよね。いくらピカピカ光っててもですね、知らなきゃないのと一緒ですから、でどうやって知らせるかで、最後にですね、それをで広報したら、あ、もう宣伝したんだから終わりじゃなくて、ね、それがマーケットに受け入れられてなんぼなんですよね。でマーケットに受け入れると、今度はマーケットが今 SNS の時代ですから、うん、勝手に発信し始めるわけですね、うん、このサイクルですね、うん、磨いて、まず気づいて磨いて、うん、それを広報して、それをマーケットが受け入れて発信し始める、これをぐるぐる回す、うん、そういうことをやっぱりやっていかないと、なかなか今ですね、地方創生と簡単に言いますけれども、うまくいかないんじゃないかと。で、これ、はい、だからそういう意味で言うとね、かつて僕は中曽根内閣の時に、まあ、一緒に仕事をしたというか関係あったんですが、一村一品運動っていうのがね、うん、大分県でありまして、でそれで通産官僚のだった平松さんが大分県の知事になってね、うんうん、頃ね、大分県って誰も知らなくてね、大分県だとかね、うん、そういう時代だったんですけど、うん、それで平松さんの凄さっていうのはね、焼酎ね、吉兆もね、まあ、赤坂の料亭ね、東京来た時持ってって、うん、でこれ使ってくれっていうね、うん、セールスをやったんですよね。いちこ。そうそうそう。それがね、結局今のね、大分県のね、麦焼酎の隆盛につながるわけですよ。だからそういう意味じゃ、そういうことをやるっていうのはやっぱり大したもんだなと思ったんですよね。やっぱりそういう、その、私はKMHU って言ってるんですけど、KMHU って何だと、第五じゃないんですけど、KMHU、つまりそのまず気づく、から磨く、から広める、広報する、発信するのエッジですね。それから受け入れてもらう、これですね。実際受け入れるとこまでですね、力抜いちゃダメで、発信して終わりじゃないんですよね。今おっしゃったように、もう本当に、あ、これ美味しいねと言ってもらえるとこまでね、それで販売につながっていくということ、はい、だから僕は若い時に政務調査会で農林水産政策を担当してたんですが、例えば魚でもね、作り育てるというだけじゃダメなんですよ。それをどうやって売るか、それで消費者がそれを喜んでくれるか、そこまでやっぱり漁業者は考えてやらないとそれうまくいかないよということで、まあやってきたんですけど、だから売るってことはね、とても大事なんですよ。その通りです。 PR するっていうのは大事なんで、そういう意味じゃやっぱりこれからの地方創生考えていくためにもね、自分の町をPR するっていうことは、まず自分で自分の町に誇りを持ってもらって、はい、そしてそれを多くの人にね、PR するということがないと、はい、具合が悪いなと、はい、まあ、いうふうに思いますよね。ですね。そういう意味で言うと、やっぱりこの真珠 ね、やっぱり中村さんはね、やっぱりすごいですよ。神戸真珠の宣伝、そういう意味では、他の人もね、あんまりやってないから、うん、やっぱり将来、やっぱり中村さんがね、どんどんやっぱりこの真珠をね、真珠は兵庫なんだと、はい、兵庫県なんだということをね、やっぱり PR して、はい、それがやっぱり世界に発信されてね、はい、でそれを目当てに、やっぱり世界中からいろんな人がね、神戸
あるいは兵庫県にね来てもらえる、はい、そういうものはやっぱり作ってもらったらいいな。ありがとうございます。一つだけね、はい、なんで真珠かというと、やっぱおしゃれっていうキーワードがあって ね、やっぱり神戸っておしゃれっていう、はい、その神戸自身のブランドイメージが上がっていくと思うんですよ、うん、かっこいいよね。そう、うん、かっこよさが必要だからね、はい、やっぱり真珠つけようと思うと、ちょっとこうジャケット着たりとか、神戸エレガンスって言葉ありますけど、そうちょっとかっこよくしないと真珠って似合わないんで、そうするとそういうものに関係した、はい、あの高級なレストランだとか、はい、それからあの洋装店だとか、はい、そういうのも全部ね、はい、やりますし、その通りです。それとやっぱりあのこれからやっぱり観光客を呼ぶにしても、やっぱりそのできるだけ、まあ言っちゃ悪いですが、お金持った人にね、うん、来てもらった方がそれは儲かるわけですから、うん、でそういう意味はでもね、真珠って大事だと思うんですね、はい、ブランド化だと思うんです、そうですね、神戸のブランド化にもつながると思って、ね、だから地方創生にはやっぱりブランド化が大事だと。 そうですね、そのためにはやっぱりそこに住む人たちが努力をして、うん、そして自分たちでそれを発信していくと。それはもう YouTube でも何でもインターネットでもね、あの Facebook でもそうですが、もう世界に発信できるわけだから、はい、まあそういうようなことで、特にあれですよね、中村さんの場合はもう外国も得意ですから、まあ、これからも頑張って、はい、あの神戸だけじゃなくて日本の PR のためにもよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。というところで、今日はあの終わりたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。